こんばんは2月日日日火曜日です、えー、今日は久しぶりに鹿児島は晴れました、えー、とっても空気が澄んでいて、えー、めちゃめちゃ景色綺麗でしたえーまあ、日太陽の日光を浴びるとですね太陽も,も上がってめちゃめちゃこう健康になった気がします実際に あの太陽の日光を浴びることによって睡眠の質が高まるとも言われてます。これは科学的にこう立証されてるあのよく聞く話でそれってどういうことなんだろうなって少し調べたらあの目の網膜があの太陽光に反応すると脳内のこうセロトニン神経を刺激してセロトニンっていう,こうホルモン物質が出るみたいです。 なので日中に太陽光を浴びてセロトニンを貯めておくことによって夜寝るときにそれがメラトニンって言って睡眠の質を上げるホルモンに変化しあの睡眠があのよく取れるっていう質の高い睡眠が取れるっていう、えー、原理らしいんですけれども本当かなってまあ目に見えないからわからない部分もたくさんありますけど。 まあ太陽の光を浴びるとですね、本当にあの健康になった感じはします。元気出ます。はい。でさらにまあビタミン D をあの作る、まあそれが肌にいいなんて言われますけど、まあ今ですね、いろんなあの農業に携わる情報とかを。 知識とかあの取ってるんですけどやはりほとんどこの世の全てのものって言っても過言ではないですけどやっぱ太陽のエネルギーを受けて成り立ってる部分が多い大きいのでやはりこの太陽の光を浴びるっていうのは非常に大事だなと、えー、改めて思いました。 もともとパーソナルトレーナーをやっていた時期もあるのでこうフィジカル的な健康っていうのは結構考えて食についても調べたり考えたり実践したりしてきたんですけれどこの精神的な健康という部分は今実感します朝日で目覚め太陽光を浴び、えー、日が沈むとともに仕事を終えこのようにあの動物たちと触れ合って えー、その日を終える結構大事です。